ブブンブンハロー YouTube どうもつぐきんですはいこんばんはトーマーつぐきですまあヒカキンさんのものまねをしたんですけどね <laughs> あんまし似てないかな <laughs> すいませんね、はい、おふ,ざあのふざけてあったんですけどまあていうわけで今日のねお話はですねあのなんかあの BTS のあの防弾少年団についてあまあついてっていうかまあこのある方がねあの 女優さんなんですけどあの浜松めぐみさんっていう方がいるんですよねあの初めて知ったんですけどその方がなんかあの防弾少年代についてねなんかブログでねあの怒ってたっていうかちょっとねあれなんですけどね「まあ、崩壊しろ」タイトルが「崩壊しろ」なんですよねそれでね「あのまあ、テレ朝はもともこんなやつら扱う番組があるとしたらそいつら在日ドイツもこいつも韓国人はクズしかいない」 騒ぐことしかできず、批判されればすぐ言い訳。過去しか引きずれない哀れな民族。そして慰安婦と言うなの、売春婦。二度と日本に来るな。こんな国と国交断絶しろ。国ごと崩壊すればよい。ごちゃごちゃ文句ばっか言うなら、どこの国からも支援を受けずに、自分たちで白菜栽培してキムチだけ食って生き延びろ。 世界で最も必要ない国、それが韓国とかなんか言っててね。<laughs> まあ、ちょっとね、まあ、あの、韓国とね、あの、防弾少年団に、に、いなんか生き取る気持ちは、まあ僕もわかりますね。はい。わ、まあ、かるんですけどね、この方ちょっとね、まあ、いろいろとなんかやっぱ、<laughs> ちょっとやば、あの、ちょっと過激なことをちょっと言ってますね。まあ、ちょっと他には、まあ、 犯人が竹山さんがね BTS 原爆ティーシャツ騒動はガイアで反韓、反日、やんやん言っても解決しないっていうついてね、まあ、こんな,な,なんて薄っぺらいコメント中立だとか夢見るゆ夢子みたいなコメント出すのは何も言わないのと同じ <laughs> すみませんじゃすまない内容だってわからないの。 そもそもガイアガイア言ってるけど同じ日本人である以上うちらはガイアではない謝るという行為を学んだことがない民族だってことをこ,この人は知らないみたいねふわふわした方針の意見しか喋れないなら扱うテレビ局も同罪解決この定力国家との数,数の問題に対して解決方法一つ だけ国交断ダンスのみ、同じ日本人として特集まで組んでるのに、薄っぺらい方針、コメントしかできない、クソみたいな芸能人コメンテーターたち、お前らも同罪。在日タレントが偉そうにしてる芸能界じゃ、韓国非予判は,は絶対 NG。ザケな TBS のビビッとビクビクしながら放送してんじゃねえよ。 日本は何も悪くないんだから堂々としろ。まあ、<laughs> まあこれもちょっとね、わからなくもないんですけどね、ちょっと <laughs>、言い方をちょっとね、やっぱ言い方がちょっと、やっぱあれですね <laughs>。やっぱなんか、ちょっとこの方は、まあ、嫌韓女優って <laughs>、喧嘩女優、まあ、ちょっとなんか、嫌韓女優って言われておかしくないのかな。ちょっと、なんかいろいろね、まあ、まあ、き、まあ、き通る気持ちはわからなくもないんですけどね。まあ、ちょっと、 もう愛国者なんでしょう、ね、<laughs> まあ結構まああのあれですね <laughs> まあちょっとかあのあれですけどまあ <laughs> まあ一応なんかまあ今回他にも韓国人が嫌いとかもよくあっててもう二度と日本に来るなとかね言ってますけどねまあちょっと。 これはちょっとね、あの、なんて言うんですか、ちょっとヘイトに近いような言い方してますけどね。まあ、<laughs> まあちょっと、<laughs> これはちょっとどうかなって思いもありますね。はい。まあ、いろ、まあ、ある部分ではちょっとどうかなっていう言い方あるんですけどね。まあ、ちょっと気持ちはわからなくもないですけどね。まあ、ちょっと言い方にはちょっと問題ありますけど、まあ、この方がまあ、あはは。 まあまあ、まあ、あの <laughs> あのサ弥コとかああいう連中にとってはこの方は、まあ、ネット上女優とかなんか言いそうな <laughs> 気がしてならないですけどねまあ僕はまあ別に <laughs> この方まあ支持するとかは別にそうしないですけどねまあ気持ちは分からなくはないだけでまあ <laughs> まあちょっと。 ちょっとやばいやつだなっていうのはありますね。<laughs> 正直僕もなんかこういうこのね浜松さんちょっとやばいやつだなっていうのはありますね。<laughs> 僕から見てもちょっと僕もちょっと韓国はちょっとあれかなっていうりますけどはい。<laughs> まあっていうわけでまあ <laughs> まあちょっとなんか韓国人イコール反日って言ってもねまあみんながみんな反日じゃないですからねまあ中には 日本を愛する韓国人になっているんですけどまああの反日のいや,やっぱ日本が嫌いな韓国人の方がやっぱやっぱ多いかもしれないですねまあこの方ちょっと韓国人イコール反日じゃないかってなんかイメージがちょっとあります結構ある頭の中に結構あるかもしれないですねはいまあてなわけでまあもう一軒目がねあの マホトさんっていう、渡辺マホトさんですね。あの、カタカナで渡辺マホトっていうんですけど、その方が、あの、ユなんか、YouTuber なんですけど、あの、ウームに所属したらしいんですよね。あの、ジェニシスワンからウームに所属したんですけど、まあ、その方が、あの、事務所、ね、あの、ジェニシス、あの、ウームに加入して、なんか、結構あなだってんですけどね。まあ、別にいいんじゃないですかね。<laughs> ウームね。 まあ、おめでとうございまます。<laughs> まあウームね、なんか、ウームは良くないっていう方が結構いますけど、まあ、<laughs> 柴田さんとかも結構、ちょっと <laughs>、あれですけど、やっぱ、はんあ反、反、ウームにとっては、あの、アンチウームにとっては、あれかもしれないですけど、まあ、僕は別に、ウームに所属しておくいいんじゃないですかね。はい。まあ、このマホトさん自体、動画見てないんですけどね、あんまり。はい。 まあちょっとあれですけど人気 YouTuber みたいですね、まあ、他には何かあの竹脇翔さんっていう方がいるじゃないですかその YouTuber さんもウームに所属するみたいで結構はいまあ、まあ、YouTuber のね事務所って言ったらウームだけじゃなくてまあバズとかジニシスワンとかいろいろあるんですけどねはいまあウームは結構大手ですからねまあ正当にたたいたらあの自民党 <laughs> みたいなものですけどね まあそんなみたいなもんかもしれないですね。まあ他にはまあ芸能事務所で例えたら吉本興業とかあんなみたいなもんじゃないですかね。はい。<laughs> それかまあホリプロとか <laughs>。まあそんなみたいなもんかもしれないですね。はい。まあまあ <laughs> まあいいんじゃないですかね。はい。あのまあウームに入ってもっとねあれですからね。まあウームに入ったらなんか得するっていうのが結構あるみたいですからね。はい。まあ、あれヒカケンさんの事務所ですけど。 ヒカキンさんといろいろコラボを今後もやるんじゃないですかねまあ動画で見たんですけどヒカキンさんと共演してますからねはいあのはじめ所長とかねはいまあああいうかまああれですけどうむねはいまあ僕も <laughs>、はい、入ったらちょっとあれですねなんかこういう僕はちょっと。 まあ、ウ,ウーム自体あの受け入れないとも言いますけどねはいまあちょっと僕,僕では入れないと思いますけどはいー <laughs> ウムはい。まあうむうむうな何ちゃってあれなんですけどねまああれ,あれですねはいまあというわけであの今日は「ケンカン女優現る」とあのマホトさん「ウームに加入」についてのお話ですよね。 はいまあ、ご視聴ありがとうございましたでは失礼しますバイチャンネル登録はこちらですぜひご登録よろしくお願いしますね